入れすぎでしょ。いいんじゃない。リン様のとのイケメンと戯れよう。欲望の赴くままに。よいしょ。ゲスト本日の患者さん患者のルイです。どこのお店ですか。あ、クラブノエルの桜木ルイです。はい、本日のイケメン様です。ルイさん、いや、なんで俺が一発目なんていうのがもうあるから、いや、もうなんか俺なんかでっていうのが強っと、また最初の始まる前の俺余裕なんでっていうところからの、いや、ちょっとなんか、なぜ俺なのかっていう、まあ、この番組はうちのアラフォーのおばばが人間界年齢でちょっとただ欲望を満たすっていう、あの女性の性欲のピークって何歳か知ってます？分からん人間界年齢に直すと、人間界年齢、ええ、まあその辺に近いんですよ、私っていうか40とかってことなんじゃん。まあ今なんかその辺でもうドンピシャなんですよ、うん、ちょうど今一番女性の人生の中で一番性欲が爆発的にピークの時ってことね。もうじゃあもうこの番組やるしかないじゃない。そうなんです、ええ、もうそのためにとりあえずうちのおばばはクズなので、見てください、このほらだから銀色のクズ、もったな今日盛りました、おばばおばばはアラフォーだぞ、お前アラフォー盛りました、エロスエロス。で今日はちょっととりあえず実験台でね、ルイ君には申し訳ないんですけど、実験台や絶対、あの実験台や、おばばの欲望をちょっとこの時間満たしてもらおうかと。オッケー、おばばちょっと欲望リスト、欲望リスト、知り合いに見られたくない。おばば、おばばの欲望リスト、知らん人だけ、俺のこと知らん人だけ見てくれ、殴られるんじゃない、この子のファンに、あ、それ大丈夫、大丈夫、刺されるぐらい、大丈夫、刺される、うん、刺されれば、大丈夫、刺されればいい、大丈夫、でも刺されたらあれでしょ、お金もらえるでしょ。そうそう、おばば欲望は、え、何したいの、あ、じゃあ1,2,3,4 5個今欲望があるんですけど結構あるな、5個欲望がある、え、もう何番目がいいですか。いや、俺が決めるんです。はい、じゃあ、まあ、うん、やっぱホストなんでね、うん、1、ナンバーワン、ナンバーワン、ね、はい、ズズ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 ズダン、イケメンの匂いを嗅いでみようのコーナー、ええ、どこが一番臭いんですか、今日は。いや、言ったらそこ行かれるから嘘つくよね、それ絶対行かれたらヤバいとかやもん、それ。あ、じゃあ、4択しましょう、うん、あの、アンケートできるんですよ。あ、そうなんだ、すごいすごい、じゃあ何しましょう、脇、脇は絶対やばいよ、俺これだって、あの、ドクタケ、出して、耳の裏、あ、いける、耳の裏、へその穴、それくそってる、へその穴、いや、さっき言ったばっかりよ、それへそはあかんでって、じゃあ、あと1個、あと足、足、足もやばいて、いや、だってイケメンだからな、そんなんあるって聞いてたら洗ってきたし、俺、いや、リスナーさんにどの匂い、洗ってきちゃダメです、だってサプライズだから、これやってもうた、へそはへその穴ですからね、へそじゃない、だってへそだってさっき言ったばっかり、ね、俺だってこれ、俺まだ、いや、だ見えないように嗅ぐから、人生でへそ3回しか洗ったことないって言ったばっかやん。え、黒いんすか、見た目黒い、え、何やゴマがでかい、ゴマ以上のゴマがあるよ、あの、出てるの出てはない、出てはないけど、なんかなんか黒い、そう、ゴマがでかい、ゴマなん、ゴマ超えたらゴマがおるよ、ゴマ超え、え、なんで掃除しないの、怖いから、え、なんで怖いの、痛い、なんか、え、なんかあれですよね、でも確かに、そう、俺も怖くない、おえってなる、そう、
え、なんかあの、なんだっけ、つまようじじゃなくて綿棒でしょ、綿棒で。じゃあもうダメだよ、痛い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 、開放します。あ、はい、開放します。へそ、へそ 44%。 でもへそイコールプラスアルファで、これ汚い腹も見せなきゃ。いや大丈夫、それは被るんで。ちゃんとなんかちょっと一瞬、あ、じゃあこう、こういけばいい。ここから見たら怪しい。ちょ、フェラーしてる。そうそうそう、これでいこう。もしちょっと、なんてさ今こんな臭かったら。いや大丈夫、ちゃんといい匂いだから。これさ、やりすぎさ、次回から誰も出てくんなくなるんだよ。大丈夫、へその、まあ、見えないようにね、へそが。へそ汚いから。え、どうぞ。あ、ちょっと、へそのな、お願いします。あ、じゃあちょっと、ほんまにへそだけにしてよ。ドクター、ドクター。あ、ドクター。じゃあ失礼します。はい、じゃあお願いします。へその上がる匂い、お願いします。どれ。いや、いや、もっと、もっと深くいかないと。どうですか、どうですか。これやばいっしょ、ちょっとやばい、絵的にやばい。大丈夫、大丈夫ですよね、絵的に。あ、ちょっと待って、待って、もう一回行こう。なんか、なんか緊張しちゃって。あの、若い、若い、お前落ち着けば、まあ、本当に。あの、若い男の子に触れ合ったの久々すぎて、もう、いや、わかんない、わかんない、ね、え、おいくつ。33、33、33。あ、そうでもなかったわ。全然謝罪しろ、お前、今33年間3回しか洗ってない、へそを今から匂うんだよ、うん、なんで俺が匂うんだよ。いや、いや違う、男はやだ、男。あ、俺が開けんだ、はい、じゃあ、お願いします。映った、映った、恥ずかしい、恥ずかしい。はい、はい、はい、嗅いで、うん、どうどう。あ、でも、いや、座って。もうなんか違う番組になってっから今。あ、デモできた。デモ、はい。なんかフローラルだったよ。何、何フローラル。フローラル。俺体臭そんなきつくないですよ、実は。別の穴も。フローラル。じゃあ次さ、あのドクターにちょっと。ドクターやだな。あのほら、イケメンだから、私、ほらなんか若い男だからさ、もうなんかいい匂いって勘違いしてるかもしれないじゃん。いや、それは匂いは一緒だろ。いやいやいや。匂いは一緒だろ。ほら、ドクター行っとこうって。ドクター行っとこう、バカでしょ、お前。ドクター、ドクター、ドクターいいですか、行って、うん、気持ち悪いけど、まあ、でもまあ、これもね、いろいろやっていかんと。え、でもフローラルだった、うん、全然。じゃあ俺はちょっと違う感じ方をしようか。あ、こっち向いて。あ、うわっ。あ、じゃあオープンは、あ、なるほど。あ、ちょっとかっこいいじゃん。あ、気持ち悪い。ん、なんか全然フローラルだよ。何、また演出入れて、また絶対臭くないのに演出入れたで今。アルコール消毒絶対臭くなかったよ。いや、なんだろう、タンスの匂いが。あ、じゃあいいや、勝ちじゃない。タンスの、そう、タンスの。だってこれタンス入れてたから、ちょっと無臭だ、これをね、無臭だみたいな。あ、でも無臭だっぽい、うん、そう、多分服の匂いじゃない、これは。じゃあへそそんな臭くないってことね。臭くない、臭くない。臭くなかった、よかった。じゃあよかった。どうですか、臭くないって言われて。まあちょっと自信はあった。え、自信はあったんかい。あ、本当は洗ってた。俺なんかほんま、なんか2日ぐらいシャンプーせんでも頭とか臭くならないです。またごまんまんまに汗あんまりかかない。かくかく、汗はむっちゃかくんですよ。すごい、多感症なんですけど。思ったより臭くなかったな。そうなんです。へそもイケメンそうって。へそのほうがイケメン。 K の数ね。 K を、すごいじゃん、めっちゃ人気じゃん。 K の数ね。ダメで、私より人気あったら説の、ね、そうだわ。すごい、でもよかった。俺は変わってない。でも私もなんか吐いたらどうしようかと思ってた。ね、ちょっと不安だったよね。すごいすごいって言ってたから。人生でも絵は良かったよ。絵良かった、いい絵撮れました。まずこれなら大丈夫じゃない。これなら大丈夫。次回からもこういうのはいいんじゃない、うん、へその、でもこっちから来たから、うん、そうそうそう、絵も良かったよ、なんか。そう、絵もね、なんかババアの欲望が良かった、良かった。若い男の子のへその匂いを嗅いで、お店に行かずして楽しむババアっていなかったよ、ね、やばい。しかもこっちからやられてながら見たけど、エロい。ここを見たらほんまにしてもらってるみたいよ。なっほんまにババアしてくれてるわ。ババお、ババアしてくれてるわって錯覚できるぐらいの絵でしたよ。久々ホストさん殴ったの。ジジイもラッキーみたいな。ラッキーじゃないよ、ゲイではない。暴れてるなって、うん、じゃあ、うん、もう一個ぐらい、あ、次行っちゃいますよ。満たしておこいった方がいいんじゃないの、だって、ちょっと楽しんで、ね、いいやつ、いいよ、ほら酔っ払ってんだろ、ババ。あの童貞たちと餃子を食ってたんですよ。そうだね、うん、じゃあそれじゃああれでしょ、爆発しきれなかったでしょ、どうせ。いや、童貞はあのうちのしもべなんで、なんかまたちょっと違うジャンルなんですよね。あ、
じゃあ何がいいの？このお金のかかる男の匂いとやっぱ童貞の匂いと違う、うん、あじゃあ何番目にします？うるせえ何やそのモデルぐたぐただもん。いやでもさっきのそのなんていうの、まあらわに言われんけどピーサロみたいな今のノリはほんま良かったね。俺もそっ、ね、俺も大好きなんで、うん、ピーサロで綺麗な感じは良かった。じゃあ次何がいいですか？餃子番号やろ。でも名前知らない番号だけ言うだけから別に。そうで当てなきゃダメです。だからあほんだらやばいやつ。いや5までやるんでしたっけ、うん、だ逆にほんだら5の反対側の5に行きましょうかね。はい、5番ドゥドゥン甘いセリフで私を落として。うちのじゃない。逆に甘いセリフ一番意味ないんじゃない、まあ、言われたいだけだからもう。じゃあ一番やばいの選んじゃいましたね。だって何こうなんか UFO 飛んでくるみたいな曲になった。なってないよ。大丈夫なってない。ババババなんか違うの聞こえちゃったかも。やばいかも。でもちょっと分かった今の。分かってるね、うん、UFO 好きもん食ってんな、ね、UFO 好きもん。UFO 呼ぶ時のあれだってね、うん、なんで UFO 呼ぶ時のあれなんだっけ。ベントラーベントラーだって。うるせえよ。いやなんか俺の大阪の時の先輩がこの前なんか、うん、あそう言っとってあの大阪 UFO 呼ぶ UFO 呼ぶなんか団体いるよ ね。そうそうそう。なんかあれよ、ベントラーベントラーってやだよ。欲望大阪のババ一旦欲望満たせって早く。大阪の男塾って店が行っとったよ。へぇー UFO 呼ぶ店。 UFO いやそれ好き。そうそうめっちゃ好きで宇宙が。ちょっとなんか仲良くできそう。魔界が好き。魔界出身。魔界で行くの？魔界派で行く？出身ではないよね。666歳、うん、いや36人間界年齢直す。じゃあ甘いセリフ言ってもらえば言うんや。でも人生で3回しか言ったことないわ。逆に向こうには聞こえないぐらいの声でも大丈夫ですよ。髪の毛パスタ誰や。ありがとうな。いいコメントやそれ。髪の毛パスタ ありがたいこれ。え、でも私でも耳洗ってないかも。いや俺も匂い。逆に耳の匂いやば。ダメ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 。それは赤。俺クッソ M やからやば。なんか臭いの。臭い。めっちゃ M なんで。臭いのが燃えるってことですよね。え、首には塗ってきたけど、でもそれも耳には塗らんでしょ。え、でもすごい昨日忙しくて朝7時ぐらい帰ってきて、なんかその童貞たちと演劇の練習があったんで。童貞キーワード好き。9時ぐらいからずーっと今まで練習して。すげえな童貞。童貞と、うん、童貞とヤリマンのコラボ。そろそろやらせるよ。童貞とヤリマンたちのなんかあの演劇みたいなの後ろにやってて。はいはいはい。あ、セーラームーンやるんですけど。ね、面白そう。まあ、私はあの悪役のクイーンベリルっていうおばさん。知ってる覚えてる覚えてる。あ、髪の毛赤い。そう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 、ね、あれエロかったね、あの敵。え、なんか今今兵士でしょ。知ってないじゃん、これ兵士かわ。いや、こうやっただけだ。いや、もうちょっともうちょっとプチプチっていう動いてただけ。いや、ほんまにしてない。ちょっと待って、多分これ放送にも入る。兵こいてない。兵こいてない。ちょっと待って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 。来たよね。チェック。ちょっと待ってくれ。ほんまに超えてない。いや超えてない。なんで第一回でよ。平行超えてない。わし平行超えてない。じゃあ平行超えたか。やめてくれやめてくれ。違う違うだろ書き方が。え？ピンサルやないかもそれさっきの。でも超えてないでしょ。フローラル。じゃあ大丈夫。平行超えてないわ。フローラル。平行かへんわ。音はしたよ。したけどこうやってなんかやった時パッて動いたかもしれない。あ、これから？いや、違う。もっとヘだって。いや、でもそれ後から言われたら俺も確かにヘの音、しかもこの辺からしたよね。だからでも、いや、わかるわかる、俺もした。でもヘはこいてない。でもヘはこいてない。いや、したよ。ヘはこいてないよ。いや、こいてないよ。支障が出るだろ、仕事に。ほら。おい。じゃあ、わしのヘのタイミングで CM 行きますか。いや、ヘこいてないわ。思うんだけどな。はよ。え、お、言っていいですか。はい。じゃあ、おならぷロミジリに入りたいんです。君たちか、待つのぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート。新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい、はい、君たちやっぱりロミジリだな。
スが嫌なんや。こっちこっちこっち。あ、全然いけるいけるよ。俺はいけるもん。だって普段も店で。あ、そんなに濃いの。濃いめで売ってるから。あれお店の名前何でしたっけ？ノヘルです。ずるいなそれ。さっき自分が試しに言ったことちょっと覚えてたわ。あのさ、店の宣伝してこうよ。そう、忘れる前に、ね、店の宣伝した方がいい、うん、どこのビールでみたいな。はい、どうぞどうぞ。めんどくさいな、来たよ。歌舞伎町の三平、うん、あの三平、あ、三景や。三平って何？三平？じゃあそれは俺に俺を巻き込まないで。ちょっと待って、面白いよそれ。その滑り方は俺に巻き込まない。三平ビルのことを三平ビルって言うと、また手をまだの、あの、あ、なるほど、うまいな。あ、うまない。全然うまないわ。すごいうまい、やっぱ全然うまない。はい、で、お店の宣伝、はい、お願いします。初回逆にいいの？さっきの5番の甘い言葉飛ばしてるけど。あ、聞きたいの？言いたい、言いたいなって。いや、いいんだ、いや、言いたくない。いや、待って待って、先にそれを喋ってから忘れるから楽しんじゃって。あ、そうか、ほんだら先に紹介させてもらって。はい、あの、あれも宣伝もできないんです。あ、そうだね。何しに来たの？へだけこきに来ました。へだけ後で店で物とかありますから。ぐだぐだ、へこいて帰ります。ね、先にだから、あのお店の宣伝した方がいい。大切なことは先に済まそう。いや、クラブ、え、なんて言ったら、あの道、あの道なんて言うんですかね。でもミニストップの横ほらのらへん、ホスホスで検索してもらえばいいから。あ、そうや、あ、そうだ、ミニストップだよ。そう、クラブだから、クラブノエルって言ってね、一、うん、回そば屋ですよね、うん、そう、角っこ、あ、その隣のビルなんですけど。あ、隣なんですか？あ、隣だ、なんか高そうなそば屋さんの、ホスで。じゃあ、あのビル細いとこ、そば屋さんのビル細いんですか？こんぐらい。そう、ビル細い。ええー、ちっちゃいよね。ビルちっちゃいし、細い。高そうなそば屋、うん、場所はわかる、うん、はい、で、結構なんかさ、ノエルの何階ですか、何階ですか。3階ですね。3階のノエル、うん、はい、あの、龍園っていう焼肉屋さんのもうお迎えか、あの、うん、また場所の説明ですか。あ、そんで、ヌクラブ、3階のクラブノエルっていう、うん、お店。どんなお店なんですか。あー、なんかね、うん、年齢層が広い。広い、うん、上は、まあ言えないけど、誰が何歳とかそんなのは人の情報は回せないけど、うん、上はもう全然2人より上から。あ、そうなんだ。2人同い年でしょ。同い年、調べとんねん。で、2人同い年やけど、俺ウィキペディアあったっけな。そう、で、よりも全然上から。へー、逆にもまだそのやっと大人になったばっかぐらいの。童貞はいますか。童貞はおるね。誰かは言えないよ、それは。まあやっぱ営業に支障をきたしてもらうから。どの従業員が童貞とか、うん、そんなんは、あの、七瀬光也が童貞とかそういうのはあんま言えないですけど。七瀬光也とは童貞ではない。ではないで、言えないですけど、うんうん、そうなんだ。そう、幅広いですね。幅広いですよね。童貞からやりちんまで。そうですね。若者からおじさんまで。そう、おじさんもって。そう、あと例えばもう一橋大学っていう、あの、おうおう、もうすごいいい大学の、うん、ほんまに何もなんていう、一発で通って、高学歴まで、すごい高学歴で、やばい人から。そうで、ヒゲもおるし、あ、ハゲもおるし、ハゲ、うん、言えないですけど、誰も武田、あの、言えないですけど。そう、デブもいます。デブも、あ、デブもいます。あ、じゃあもう、そう、全種類。デブもおるし、ハゲもおるし、なんかさ、男性のさ、整形大好き野郎もいるし。なんかさ、男性の好みってさ、そう、あの、大体一つじゃん、好みで、あの、例えば清楚系アナウンサー。ああ、そうそうそう。なんだけど、女子ってちょっと違ってて、うん、細分化されるんだよね、好みが。男だってそうだって。そんなことないよ。だって俺は別にハゲてなきゃいいっすよ。男の話。いや、女の人、女の人、薄毛じゃなければ、うん、なかなかいないでしょ、女の子。パイセンはね、あの、誰でも食えるから。俺もね。雑食だから。雑食、わしもじゃ。そっか。そう、いや、そんなことない。 いろんなね、うん、フェチのお店がいっぱいあるんだから。そうだから。じゃあ何フェチ。 M の性感があるんだから。そう、俺たち M なの。五反田が聖地なんだから。 M なんだ。ああ、言っちゃったよ、もう。M なの。 M です。あ、俺たち、うん、俺たち、うん、なんかやろうよ。俺たち、ですよ。 M みたいな、なんかやって。俺たち M みたいな。お前やめろって、ババア、そういう無茶ぶりは。なんで俺たち M って。
ちゃぶりやばいな。え、2人でだから M、 M って下に3本あるから、こうやって2人がこうやってくれたらちょうどわし M の真ん中になるやないですか。それやりたいんですか、それ。いや、やりたい。滑りますよ。やりたくない、やりたくない。ほんまや、ほんまや、自爆。え、どんぐらいの M ですか。痛い方が好き。あ、痛いだけじゃない、痛いだけじゃない。攻められたいってことでしょ。言葉、ぜ、言葉、言葉で攻められたい。言葉攻めとか、精神的にじゃなくて。あとなんかなんかもう臭いとか言われたりするの。うちのおばば撮影中、本当に言葉攻めっていうか、そうひどい時あるんですよ。そう、カメラマンなんですよ、私。皆さんご存知だろうか。そうそうそう、クソひどい時があって、もうこの空気やばいなっつって、俺がなんとか笑っかせなきゃって思う日が月に2回ぐらい。まあ、それでもなんか撮影されてて怒るやつはおるんですか。いや、違うの。違う、もう、いや、本当に、もう、はい、いいのかな、はい、はい、はい、足組んで早くみたいな、おうおうおう、逆に決まってるでしょみたいな、切れたりするのを俺が止めるっていう。いや、なんかさ、だって撮られるってことはさ、おー、来た。いや、このお兄ちゃんも撮影したこと、このお兄ちゃんあるけど、このイケメンも撮影したことあるけど、ちゃんとさ、ポーズを一回ずつ撮ってくれるじゃん。え、あれで良かったの。いや、あれは良かったよ、すごく。ああ、できる、すごいできる。ありがたい。なんか、そんなさ、だって売れたいなら自分も勉強しろとか思ってあ、そうね、うん、ちゃんとシャッターを押してるのに、微動だにしない、みたいな。あ、まあ、それはしかもなんか、それで、ね、私がこう言ったらちゃんと変えてくれる子ならいいんだけど、さらになんかそのなんていうの、じゃあ教えてくださいよみたいなやつとか、たまに一回ずつポーズを教えろみたいな始まるから、はとか思っちゃって、プチプチみたいなところをやっぱうちのドクター K が、ほんとババアなんで、もう上げ下げなんですよ。まあ上げと、もうまあでもメンヘラなんで、でもすごい、それはでも逆にドクター K には合ってる。合ってないです、俺は。もうシャッターの進み方が違うから、な、気をつけろよ、あ、まった。そんなんネット放送で言うなよって怒られてますわ。俺も俺の M な部分、私かな、あ、M を、いや、ババアな部分。じゃあ多分ちゃうちゃう、多分俺がちょっと M 出しすぎたかもね。またなんか、またじゃない。平和股間聞こえてない。え、てか、その前に甘いセリフ。まあ、そうだった。もらわないと、今日あれ寝れないでしょ。寝れない。やばいね。だから、誰にも聞こえなくていいで、二人きりで聞こえる感じで、耳元で。匂いかけるかかけないかぐらいの距離で。いや、でもそれはやっぱさ、カメラに向かって。え？じゃないわ。あんたが欲しいんですよ、それ。これ私のための番組だった。そうだよ。私の欲望のための番組だった。じゃあ、向かいました、なんか。うん、なんか、じゃあもちょっと肩組んでセリフって感じじゃないけど、肩組んでもらって、こんなん落とす時の、これこうやって遠くから見てるんで、落とす時のやつってなんかジャンル変わってない、甘い言葉だって、そのリン、リン様に向けてじゃない、リン様に向けて、普段使ってるやつですよ。うん、だからやっぱ女の子のタイプによってさ、分けるじゃん、うん、こういうタイプにはこれでいけるだろうみたいな。あ、持ってるだろうね、まあ、持ってるだろうね、うん、俺、あの、いけるだろうっていう、あんま結構ビビリなタイプやから、いけるだろう、いけたら、じゃあこれ言ったらいけるだろうっていうやつとかがなかなかないから、まあそれでいつもの、いつものやつ、いつも落とすときに使ってるやつ、見せてもらっていいですか。でもさ、女子のタイプによって分けるでしょ、多分。分けない、分けない、分けない、あ、分けない、あの、自分で言ったら年齢も分け、でも分けない、あの、その、あ、ストライクでいくの、自分も、昔、俺は先輩に教わったのが、うん、いや、あの、これはこうやから、これはこうやからとかだって、うん、女性はみんな同じだからって、おお、じゃあ、見せてもらっていいですか、それ。ちょっと待って、口紅塗り直していいかな。なんでだよ必要、それ必要だよ。危くないですか、荒方、荒方ですよ、本当に。言ったらこれキスすんのかな。キスはしないけど、ファンに悪いじゃん。確かにな、うん、さっきなんかちょっと怪しいポーズは取ったけど、もうちょっと酔っ払ってます。全然全然酔っ払ってない。でも考えてですね、面白いやつ。いやいや、やめて、考えてない、言いたくないな。お店を代表して、うん、やばいな、これえらいこっちゃ、店潰してまうかもしれんな、これ。番組グダグダ感が、ほら、とうとうノエル潰してまうかもしれんな。私のせいで潰れたらどうしよう。それはそれで面白い。じゃあお願いします。よし。
結構引っ張れたと思うんで肩組んでもらっていいですか。ちょっとさっきさあのへそに寄ってくれたけどやっぱあ、ちょっと、ま、あ、もう、お願いします。普通にやりたいわ。これ終わったね。だから お店帰ったら一回怒られますよ。終わったね。うん、怒られますよ、絶対。ここから、こっから今あれ台本やってんって言えるかな。今から今一斉送信であれ台本、これ台本やでって言われて間に合うかな。間に合う、間に合う、これ台本やでってちょっと何秒かラグあるんだけど。はーい、はい、近さが足りなかった。やだわ、もういいわ。一文なしな、ホームレスになるわ。またホームレスになったら横浜まで先輩の家訪ねて歩かなあかんくなるわ。言いたくないよ、その話。もすいません、虚月ください。虚月くださいよ。ありますよ、あるわ。ありました。えらいこっちゃ、もうすごいいい滑りしましたね、今。これ危ない番組じゃない、今後。いや、なんかこれはホスト潰しみたいな。これぐらいになるから大丈夫ですよ、まだ。こんなんで潰れないでしょ。潰れない、大丈夫ですか、今日。いやいや、帰り、ちょっと下向かないですか。いや、怖いですよ、大丈夫。それか、私がサクってやられたらどうしよう。それはないです、それはない。あ、ない。もうちょっとどっちかというと、こっちがサクってやられるから。よかった。大丈夫です。これは刺されて、飲みて笑ってる。それを、それはあのシールにして加工してください。で、じゃああと3分、あと何分あります？もうあと1分。1分。あ、マジですか、すいません、なんか全然なんか伝えきれなかった。最後、最後1個。はい、うん、2、3、4、はい。あ、じゃあ2番。はい、手のひらの柔らかさチェック。おもんない。くだらない。最後1番もんない。違うの、違うの。この滑りが何でしてほしいんだよ。最後1番もんない。3。あ、2でいいや、もう手のひらの。無駄板検査。あ、いいよ、いいよ、全然いい。乳首チェック、うん、乳首感度チェック。あと1分しか時間ないから。あと1分しか時間ないけど。まあ、でもほら早く、 あと1分しか時間ない。早くドクターけ。あと1分しか時間ないけど、今のこのこれ、うん、何の意味か分かってないでしょ。何、いやこれね、ピーサロで、うん、もう下手くそすぎてもう時間ない時ある多分、うん、それを今やってくれてたの。知らない私そんなの。ピーサロは働いてくれない。どう、おっぱいが結構ある。ずデブなんじゃ、上半身デブなんじゃ。おっぱいが案外ある。では本日ノエルさんも営業いたしてます。します。またねー。そんな感じ。またね、バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。